某大手美容外科クリニック倒産寸前ぼったくりにご注意ください。有名ドクター先生とか先生がですね、美容外科とは言わないまでもここは潰れる動画にね上げてるんですけれども、そこのクリニックなんですけれども、安いコマーシャルでですね集客しておいて、実際に行くとカウンセラーによってですね拉致監禁されて吊り上げ行為が行われているっていうね、こういうことがよく聞こえてきます。これね、何が危ないかっていうと、潰れる寸前のところっていうのは医療脱毛のクリニックなんかでもそうなんですけども、最後集めるだけ集めてですねドロンと消えちゃうっていうね、そういうことが起こり得ると。その馬場を引くのはもしかしたらあなたなのかもしれません。ぜひ注意していただければと思います。